ベールイコールゼファーベールイコールゼファーは、日本のテーブルトーク RPG 作品、ナイトウィザード、セブンイコールフォートレスの多数のリプレイに登場する、ノンプレイヤーキャラクターの名前。架空の人物。ボイスドラマおよび TV アニメ、ナイトウィザード・ザ・アニメーションにおける声優は、後藤優子。以下は、TRPG の、ナイトウィザードのデータ記述に基づくプロフィールである。 ハエの太公もしくは、ハエの女王の二つ名を持つ魔王。釈位は太公古代神の一人、悪徳の七王の一角で暴食を司る。空を飛ぶすべての者のに対する命令権を持つ。魔王の中では、頻繁に氷海を訪れる。表海へ現れる時の美しみは、テルアキ学園秋葉原校の制服にポンチョを羽織った姿でいることが多い。 その際、ベルフライ、鈴風鈴、ひだ鈴という偽名を使うこともある。可愛らしい容姿と、裏腹に残酷であり、絡めてで相手を破滅させることを好む。すべての事象をゲームとして捉えており、ゲームは、お互いリスクを背負うからこそ、面白いと考えている。本人曰く、だって、その方が面白いじゃないとのこと。ただし、 その性格が災いして、精緻な仕掛けをしてはその隙をを疲れて、ウィザードたちに破れ去ることも少なくない。初出は、ルールブック第一般掲載のサンプルシナリオ、魔術師が多すぎるで、この時は単発のボスだった。しかしその後、リプレイシナリオボイスドラマアニメとラスボス級あるいは、主役級のキャラクターとして、頻繁に登場するようになる。ただし、 登場回数を重ねるたびに、ドジやヘッポコな描写が増えており、ボイスドラマ初登場となった、最果ての数式にて、担当声優にあと藤村子が起用されてから、その傾向は強まっている。合わせ鏡の巫女の一件で、ルーサイファーが敗北、失脚したことで、裏返、第一位となったベルではあったが、その頃から、他の魔王たちの疑念を抱く行動が目立つようになる。 ラ・アルメーアの幻砦において守護者、エルオースの復活に加担し、結果、第8世界や冥界闇界に封印されていた、ーマが、活性化、第8世界に、新たな脅威を招いたことや、名国王メイオルティスの魔剣、アルティシモの破片の所在を知っていながら、その情報を秘匿していたことなどである。これらの行動や、ルーが、 ラビリンスシティにおける自らの権力を保全する措置を事前に講じていたことから、ベルは、裏海帝国の権力を掌握できなかった。ナイト・ウィザード・ザ・セカンド・エディション・ソースブック・ファージ・アースによれば、ベルには、冥界や闇界に何らかの秘密を隠していることを示唆する記述がある。状況が一変するのは、メイオルティスが第8世界に進行してからである。 ベルに固執する、このかつての古代神は、第八世界を破壊し、そこに囚われているベルを解放すると公言して、はばからない。だが、ベルの方は、名王、打滑のごとく嫌っており、名を駆逐のために、ルーや赤羽クレハラ、氷海のウィザードとも手を組むようになる。試作型放棄、バルキューレシリーズをめぐる、名マと、表海のウィザードの攻防戦は、 ここから派生したものである。ありがとうございます。